かつて5人の若者が亡くなった、戸塚ヨットスクール事件、で知られる戸塚ヨットスクール創設者の戸塚博士が、8月8日、YouTube チャンネル、令和ヨットスクールを開設した。初回は、戸塚博士、令和の今、体罰を語るのタイトルで動画をアップ。体罰と暴力の違いなどについて持論を展開し、物議を醸している。写真あり、 事件が起きた当時の戸塚ヨットスクール。自身も実績のあるヨットマンだった戸塚氏は、1976年に戸塚ヨットスクールを開校。当初はオリンピックで通用するような一流のヨットマンを育てるためのスクールとして発足しましたが、次第に戸塚氏のスパルタ指導が、飛行や引きこもり児童の構成に効果があると評判になり、 戸塚氏はメディアから救世主などと注目されるようになりました。ところが、1979年から1982年にかけて体罰が原因とする熟成5名の死亡事故を引き起こしたことが発覚し、マスコミは連日のように報道しました。戸塚氏は、障害致死罪、監禁致死罪で起訴され、2002年に懲役6年の刑が確定。2006年に出所しています。 現在も同校の校長を務めていますが、今は0から8歳の子供を指導していると本人が語っています事件担当記者。この度解説された戸塚市の YouTube チャンネルは、動画の最後に流れる説明によれば、戸塚先生を支援する二人の青年が運営しているようで、戸塚校長の意思を後世に残すべく YouTube を始めましたとのこと。動画内でスタッフから、 体罰と暴力の違いについて聞かれた戸塚氏は、どう違うの体罰と暴力、子供たちの進歩を目的とした有形力の行使。これが体罰だ、いいこと、体罰は善難よ、などと強烈な自己主張を展開。教師による体罰が当たり前だった自身の小学生時代を引き合いに出し、体罰によって自分が進化したという実感を得られたと体罰の効果を説明し、 暴力は自分の利益のためにやるもの、体罰はやられる方の利益のためにやるものと持論を語った。しかし、こうした戸塚氏の主張に対して、コメント欄には、亡くなった方がいるのに体罰はいいって、これは何言っても無駄みたいですね。今の時代子供に強く言うことは大事かもしれないけど、戸塚さんがやったことはどう見たって指導じゃなくて暴行です。 体罰を受けた子供が健全に成長できると思えない。じゃあ俺がこの進歩のない老人の進歩を願って頭ひっぱたくのは良いことで善ってことだよね。この考え方を正すためにぶん殴ってもいいですか。などと批判が殺到。8月15日にも令和の若者へ愛のあるツのタイトルで新しい動画をアップしているが、こちらのコメント欄にもまさに昭和の亡霊。 など批判が殺到しているこうした声が戸塚氏の耳に届くことはあるのだろうか